今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ8の本能のサブタイプ編。タイプ8恐怖恐怖恐怖コントロールっていう力でね、力ねじ伏せる、うん、あの反応で自己主張、うん、自己主張で本能タイプ、うん、ガッツセンター、うんうん、なんか声が低い感じのなんかがっしり見た目もがっちり見た目もがっちりした、うん、もう典型的なボスみたいなタイプの、うんうん、今日は本能のサブタイプ、あのこちら今日も、エニアグラムでパートナー探しとエニアグラム実践編なんですけども、うんうん、このタイプ8, タイプ8この自己信頼や強さへの欲求、うんうん、世界に衝撃を与えたいという欲求に突き動か さ,、うんうん、されていますと。でエニアグラムのガッツセンター、まあうん、本能タイプですねと、うん、で、まあ、この本能タイプっていうのは、うん、基本自らを忘れるほどの怒り、うん、怒りを抱えている、うん、このタイプ9やタイプ1っていうのは怒りは抱えてるんですけども、うん、基本表面的には出てないんです、ね、出てない。だタイプ8は自己主張なんで、うん、ドン、まあ、1の人は怒ってんなっていうのは分かったりしますけどね。タイプ8の人は表現します、うん、表現ですよ。お前何やっとるんだって言ってきますっていうのはこのタイプ8の人っていうのは、うん、まあ、いつもと同じ、ちょっと子供の頃を振り返りますと、うん、まあ、幼い頃から自分が大人にならざるを得ないっていう、うん、まあ、環境だったのか、うん、そういうふうに感じてきましたと、うん、例えばその兄弟を自分が養育しないといけない、うん、まあ、実際的にはそうじゃなかったとしても、うん、そういうふうに自分が大人にならないといけない、そう、まあ、タイプ8だからそう思ってるのか、そう思ってるからタイプ8なのかっていう、まあ、それなんですけどね、うん、と思っていたので、例えば、うん、優しいとか寛大であるっていうのは、うん、つけ込まれる、うん、守らなきゃいけない、そう、だからそういうのを徹底的に、うん、まあ、なくしますと、うん、で自分自身にも、うん、人にも、まあ、強さはあるんですけども、うん、無情にもなれる、切り捨てると、うんうん、っていうこともできますよっていうタイプで、そんな人たちが、まあ、自己保存、うんうん、性的社会的に分かれると、まあ、どういう違いがあるのか、うんうん、この自己保存っていうのは、うん、まあ、物、うん、快適が一番大切と思っている、うん、縄張り的な感じなのかなって。そうで、うん、この本で挙げられていた、うん、まあ、キーワード的なこととしては、うん、サバイバー、満足いく生活のためにとありました、うん、だけどおっしゃったように、うん、その実際的なことや生活費を稼ぐことに集中して、うんうん、まあ、それによって自分が求める、うん、愛する人を守るとか、うんうん、お金やパワーを手に入れます、うんうん、なんでここのタイプ8の中でこの自己保存タイプっていう方が一番家庭的だよと、うんうんうん、ただ男女問わず自分が取り仕切る、うんうん、取り仕切りたい、課長ですよ、取り仕切らなければならないと思っている、うん、物質主義的なところがあって、うん、まあ、家や車っていうのに、うん、まあ、自らの重要性とか、うん、シンボルとしてそういったものを、いや大きい家とか、うん、ごっつい車っていうのを自分のシンボルとして持とうとする、うん、自己主張ですからね、主張したくなる、なるほど、まあ、そうなんですよね、うん、であとはその、まあ、自分の財産を守ることに、うん、気をかけますよと、うん、なんでそのおっしゃったように、うん、自宅ですら縄張り意識が強い、うんうん、なんで例えばその俺のガレージに勝手に入んな、うんうん、とか俺の部屋のものは絶対触るな、うん、みたいな、そう、人生の主題は防衛って書いてありました、うん、要は自分のものはもう自分で守る、まあでも守る自分でじゃなくてもいい、なるほど、そうですね、うん、自分の思い通りにしてくれる人がいれば、はいはいはい、うちの親父タイプ8なんですけど、よくおっしゃってますね、そうそう、はい、あの靴下の入れ方とかをうちのおかんに指示してますもんね。こういう順番で並べろ、でそれを自分でやらなくてもそうやって自分の思い通りにやってくれればまあよかったりするので、なんかコレクションとかありました？コレクションとかはまあ結構ありますよ。それは触るなみたいな、なのでどしかられるっていうのがあるんです。完全に触るなっていうよりは、だからその俺の思い通りになら触ってもいい。ああなるほど、そうだから勝手に片付けたりはダメ、ルールを分かった上で、だからこの
タンスの中の整理の仕方とかはルールを分かった上でそのルールに沿って片付けてあげるのはいいけど、自分はこういう風が使いやすいと思ったからこういう風にしといたはダメ。なるほど。なんでその、まあ、健全度が下がってくると、うん、例えばまあこの物に、うん、物を集めて自分の快適を手に入れようとするんですけども、うんうん、健全度が下がると、うん、例えばその脅迫、うんうん、盗み、うん、まあこれは弱肉強食の世界だからっていう自己主張して、うん、それは正当化して、うん、自分のニーズを満たそうとする、うん、そう、あ、だからあれですよ、この自分のもの、はい、あるじゃないですか、はい、家族も自分のものなんですよなので自分の指示通りに動いてくれればいいんですよね、全部自分のものだから。あとこの辺はよくあの昭和のドラえもんジャイアンが、うん、あの俺のものは俺のもの、のび太のものも俺のものって言ってたのは多分この辺なのかな。この辺そういう感じはありますよね。なんでその自らの資源や安定を守るには攻撃、うん、攻撃、人の足を引っ張って落とすっていうのも全然いとりませんと。だからあの切り捨てることもできるっていうけど、はい、この切り捨てるというのは攻撃しますからね、叩きのめすみたいな。なるほど。どうやってあいつを叩きのめすかみたいなことを考えるんで、はい、怖いんですよっていう、そうタイプ。だからまあ基本的には、うん、あのこれは知ることで手放しましょう。手放しましょう。なので8の人は手放しましょうですよね。はい。で8以外の人は気をつけましょうですよ。この人たちはこういうことを思ってるんで。そうですね。そうそう。はい、こう下手に何かこの人のためだと思ってやってあげたりするとこう怒ったりする。あ、なのでこれが、うん、その8の人の望む形であれば、うん、信頼されて、信頼されて守ってもらえる、うん、そうそう。なのででも勝手にやるとダメなんですよね。なるほど。そう、あの全部自分がコントロールしたい。だ、自分の縄張り内のものは全部自分がコントロールしたい。なるほど。人の動きから何から何まで。なるほど。そう、だから俺の言った通りに片付けろ、家族の場合ですね、家族の場合、はい、みたいなところがあるので、気を利かせてやるとかっていうのがなかなか難しかったり、ね、だから気を使う前に一言入れるみたいなことが重要。そうで、その仲間だと思われれば、うん、仲間だし、そうやってで聞くと、あ、お前のいいのにやれみたいなことを言ってくれる、はい、と、それはこっちからの、こっちからのっていうか、その8の人からの指示になるんで、はい、こうやっても怒られないみたいな。なるほど。褒められるんですね。褒められる。自分の知らない、自分のコントロール以外のことをされると怒るみたいな。なんで、まあ、そういうのを、まあ、エニアグラムを知って分かっていると、うん、あ、この人はタイプ8なんだから、こういうことをしてるんだなって分かると、まあ、合わせることもできるし。うん、だからこの人の大切にしてることを知れば、それに合わせられる。そうですよね。うん、で、そうすると人間関係も良くなるみたいな。はいはい。っていう、この今度はセクシャル。うん、まあ、性的。うん、まあ、セクシャル、対人、うんうん、人とか強烈な体験を求める人たちは、うんうん、大切にしているものには誰であれ熱心で、うん、まあ、その人に対して人生に大きな影響を与えていると感じたい、うんうん、なんであの書いてあったのは、うん、まあ、カリスマ的で静かな強烈さを持つと書いてありました、うんうん、でその一緒にいる人を信頼している場合はすごい物柔らかい優しい態度になれるんですけども、うん、なかなかこの命令したいっていう衝動は抑えれないと、うんうん、そうそうそう、やっぱりちょっとやっぱその強烈さは常にある、コントロールしたいんですよ、はい、でそういう世話するコントロールする人を求める一方で、うんうん、自分の立場を譲らないっていう強いパートナーを求める、うん、要はその強烈な体験を求めるので、うん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 、コントロールはしたいけど歯向かって恋をも欲しい、うんうん、そうっていう葛藤が生じます。そう、だからこうよく怒られてたんですよね、はいはい、こう何も言わないことに対して怒られるみたいな。そうで、これは、まあ、後で言おうと思ってたんですけどもその激しい口論っていうのは、うん、逆に、うん、なんで言わないんだっていう、うん、いや俺は素直に言ってるよ、うん、言えよっていうのは、なんて言うでしょう、これは建設的なことなんです、うん、この人にとっては、うん、僕にとってはちょっと信じれない思いの丈を話すっていうのはなかなかないんですけど、でもこの、まあ、8の人が怖いのが、そうやって言ってきたものに対して戦いますからね。そう、そこに負けてこう
こう言うのを我慢するじゃ、はい、じゃないですか。まあ、激しい議論が好きで、うん、あの安易な勝利には、まあ、全然興味がないと、うん、あとはまあそのちょっと関係ないんですけども、まあ、いたずらっぽいユーモア感覚があって、うんうん、ちょっと悪を楽しむと、うん、だからこれにちょっとあのケンコバさん的な、ケンコバさん多分よく8だって言われているんですけども、うん、ちょっとこんな匂いがします、うん、関心が人に対する人の関心が移ろうことに寛容性はありませんと、いや移ろうことを許さないと、うんうん、人がいろんな人に関心を持つことを許さないと、なんでこの俺を見てる、あそうなんですなんでその嫉妬心が強くて相手を所有物として見て他からのつながりを断ってですね孤立させようとするみたいな、だから自分の仲間にしよう、はい、人だけを見て、はい、でこう自分の仲間にして、はい、この人が他の人と仲良くするのが気に入らない、気に入らないっていう、この中でやってくれればいい、はいはい、みたいな、なんで健全度が落ちていくと、うん、ただ虐待であったり、うん、あの反応タイプなので、うん、あの衝動的な報復行為とか、うん、っていうのは、まあ、なんかカッとなって手が出るとか、よく出ますよ蜂の人はそうなんですね。僕はあ分かんない、僕の場合はうちの親父しか見てないですけど、私はあのじゃあいなかったのかな、あの親にもぶたれたことがないのに、鉄拳制裁ですよ、先生にしか殴られたことなかったな、なるほど、先生はもう優しいぐらいですよ、先生に殴られるのは僕子供の時野球やってたんですけど、少年野球、はい、はいはい、でも小学校1年生とか小学校も入る前ぐらいから親父のスパルタで、だから野球はすっごい嫌いな、あ恐怖の時間っていう感じで、なるほど、野球練習行くじゃないですか、はい、でその頃の野球って結構スパルタなんですよ、ね、まあ、水飲むなの時代ですよね、水飲むな、はい、で失敗するとケツバットみたいな、あで監督とか結構怖い感じ で、はいはい、でうちの親父来るじゃないですか、はい、声が小さいと俺殴られるんですよ、バーで鼻でバーって出して、その監督とかがちょっと止める、まあ、そこまでしなくてもみたいなそれは野球嫌いになりますねそういう私も野球でいうと、私も少年野球入ってたんですけど、うん、やっぱ嫌いになりました、嫌いノックが嫌いで、エラーすると怒られる、そう怒られる、それが嫌いで、ね、だからノムさんに教えてもらいたかったですね、僕野球大僕も野球だからそう見るのは好きなんですけど、うん、だからトラウマですよ、野球イコールトラウマレベルで、まああの自分が8だと思ってる人は、うん、もしかそういうところがあったら、うん、まあ、手放しましょう、手放しましょう、はい、そう、まあ、今でこそ優しくはなりましたけどね、あの時は失敗したなってよく話してる、なるほど厳しくしすぎたなみたいな、なるほど、あれによってこう僕が一つの目をね目をや僕のことを野球嫌いにしてしまったなるほど、そうもしかしたら天才的なプロ野球選手が生まれてたかもしれないのに、そうだからあの結構大人になってから野球やったら野球楽しいじゃんって思ったことがあったんですよ、ああ打つと気持ちいいんですね、そうバッティングセンターで、はいはい、結構こう小学校1年生から6年生までやってるんで、そこそこできるんですよね、はい、そこそこできるわけじゃないですか、はい、でずっとやらない、中学校とかも全く高校とかもやらなくて、はい、こうバッティングセンターとか行くとできるわけじゃないですか、他の人より、はいはい、であ野球って面白いじゃんみたいなのは、そうぜひ手放してください、そういう、まあうん、力強いところはいいところもあるしっていうことですよね、まあ、どうしても反応的に出てしまうみたいな反応タイプ、うん、あの急に来た電車乗っちゃダメですよ、感情の、うん、まあ、これは私もそうなんですけどタイプ6、うん、まあ、なんかこう自分の自己主張で自分の思ってることを相手にぶつけたいんですよね、反応するっていうじゃないですか、反応タイプは反応する、はい、でこれって反応タイプじゃなくても反応してんだなって僕は思ったんですよね、楽観的に反応してるんですよ、何か起こったことに対して楽観的に反応してる、でも僕はあの反応タイプで最近思うのは、うん、やっぱり何か、うん、あの最近このコロナウイルスの影響で、うん、いろんなイベントが中止になって、うん、あの僕仕事が何個か飛んでるんですけど、うん、電話を受けて飛んだ時に電話切るじゃないですか、うん、やっぱり見てって思うんですよね、うん、だからあの共感してほしいんです、僕のことを誰か見て俺話したいよっていう気持ちになってるのを感じて、うん、あ、俺やっぱ反応タイプだ、多分合理的な人は、うん、多分そんなこと思わないんだろうなって思ったんですよ、だ例えば楽観の人はそうなった時に楽観的に反応するんですよ、はい、だからあんまり人に見てとかは思わない、気にしないみたいな、だから反応タイプっていうより共感タイプだと思うんですよね、
今日自分の思ってることをみんなに知ってもらいたい。ああ、言い方ね。そうそうそう。はいはいはい。そう、なんか反応すると何かあっても反応しないみたいな感じじゃないけど、楽観的に僕は反応してるんだよっていう。なるほど。あとこの人は、うん、今日確かに俺は怒ってる、うん。怒ってるんだっていうのは相手に表現したいってことですね。で、自己主張なんで、それが直接的に出るみたいなところじゃないですか。はいはいはい。そう。なるほど。うん、っていう。最近ちょっと思って、ここ最近自分がより反応だなって思ったところでした。うん、そう。で反応タイプはこういう特徴ですよね。はい、で、社会的ソーシャルのタイプ。うん、あ、すいません。ちなみにこの人は、うん、保護、所有と幸福っていうワードでした。この人は仲間との飲み食いっていうのがここに書いてあったんですけど、うん、まあ、こちらでは、うん、まあ、敵か味方か。うんうん、あ、もうちょっと蜂っぽい。蜂っぽい。あの、尊重と信頼が大切なことだと、うん、で信頼が固く結ばれることで生涯の友となる、うん、ちょっと熱い、熱い。ただ自分の立場、うん、尊敬されていると分かるまで、うん、守りの姿勢を崩しません、うんうん、要は俺のこと分かってるな、うんうん、よしよし友達、うん、っていう感じですかね、うんうん、で友情が確かで安泰と分かるまで、まあ、自分が気にかけている人を、うん、いろいろ試しますと、あ、大丈夫か、こいつは大丈夫かっていうのを試すと、うん、で、まあ、忠誠心、信頼に合格したもの、うん、内輪との飲み食いが好きなリラックス方法です、うんうん、ただこの内輪っていうのは簡単に入れるものじゃありません、うんうん、基本この人はガードは硬いです、うんうんうん、まあ、基本あの、まあ、まあ、もここにもあったんですけど、うん、防衛とか自分の立場を分かっている上で、うん、っていうところですね。コントロールされたくないですかね、徹底的に。あの、優しいとか、うん、要はつけ込まれると思っているので、うんうん、でも優しいって思われたい部分もあるんですよ。今日入ってくる人にはそう、入ってくる人にはとても優しいです、うん、なんでその自分が気にかけている人に対しては何でもしてあげる、うん、何でもしたい。僕はうちの親父見ててこれ全部当てはまるなってあ、バランスがいい、バランスがいい。そうで、まあ、友人、社会の弱者のために働くし、うん、まあ、その彼らが自信をつけて、うん、自分の足で立つことを望んでいるという形ですと、うんうん、ただその健全度が下がってくると、うん、友達を当たり前の存在として、うん、例えばもう意見の不一致があると、うん、あれ、うんうん、おってなって、もうその拒絶するんですね、うん、で、裏切られたって感じやすく、うん、もう一回そうなると長く恨みを持ちますと、そう、なかなか戻ってくるのは難しいよと、うん、ちょっとなんかあの、なんかジャニーズとか巨人みたいなのをちょっとイメージしちゃいました。一、うん、回出たものにはすごい厳しいみたいな、うん、なんか戦うのが好きなんですよね、ハチやっぱりその自分が、うん、コントロールされる、うん、要は守らなければいけないと思ってて、うん、コントロールされちゃダメだ、うん、ってなってるから多分、まあそれもそう、なんですかね、生存本能なんですよね、多分これって生存本能なので、こう、まあ、自分をこういかに守るかみたいな、はい、でこう自分の思ってることを分かってもらいたいわけじゃないですか、はい、反応タイプなんで、はい、でそうすると分かってくれないやつは敵になるんですよね。でしょうね。で、はい、敵をあの合理の人が敵だ、この人仲間じゃないと思ったらパーンって切り捨てる感じじゃないですか、まあ、あの人知らない、はい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 。だけどこの8の人はあの人敵なんで、ここで戦わなきゃいけないですよ痛みつけるんです。そう、分からせる、自分の強さを分からせる、分からせる、だから、はい、戦って勝たなきゃいけないんですよね。勝つんでしょうね。そうだからこうどんな手段を使ってでも勝とうとしたりとか、ここでちょっと挙げられていたワードとしては、うん、勝利の代償っていうのが書いてあって、うんうん、要は勝ったよと、うんうん、じゃあその後に何が残ってるっていうのは書いてありました、うん、そう、だから勝ちまでみたいな、そういう思いはちょっと手放した方がいいよっていう、うん、うなのでね、この8の成長の方向、統合の方向は2なんでね、はい、愛じゃないですか。愛ですね、はい、全てを包み込む、包み込む愛、はい、だからその辺が出ると多分すごくいい感じですね。そうですね、うん、あとはこの節度のない誇張や、はい、まあ、人を信じ込ませることで魅力的な詐欺師、はい、悪化になることもありますよ、うんうん、なんでそのよく映画とかで出るようなマフィアのボスとか、うん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 、ヤクザの親分みたいな、うんうん、その多くの約束をして部下を従えながら、うん
ても与えるものはわずかみたいな。多分魅力的な人なんですよね。あのマフィアのボスとかってこう、はい、みんながこう集まってくる感じはあるんですよ。まあ、そういう力強さがあるんですよ。力強い。でこの人に頼っていけば大丈夫かみたいなところで、はい、こうカリスマ性があって人が寄ってくる、はいはいはい、っていうところで、まあ、あとはこの辺ですよね。ちょっと詐欺っぽく搾取するかどうかで詐欺師になるかどうかはい、はい、みたいなところなんで、基本この要は、うん、人をコントロールすることに長けた、長けてる。だからみんながこう慕ってっていうか仲良くしたってっていうよりは、はい、この頼ってくる、はい、頼ってきて頼でその頼ってきた人たちをうまく使うみたいな感じだと詐欺師じゃないですか、はいはいはい、マフィアのボスとかそういう感じだけど、その辺をこう愛を持って接すれば多分すごくいい社長みたいないいボス、まあ、この8の人たちっていうのは、うん、そのまあ、常に自分自身を守る必要性を感じていて、うん、それはそのまあ私は安全と感じないからタフに振る舞い、うんうん、自分自身を守る手立てをもっと得る必要があるってずっと思ってるんですけども、そのタフでなければ食い物をされるよみたいなのをずっと思ってるから、こういうちょっとタフな振る舞い、タフな振る舞い、力強いことになるんですけども、基本まあ実ってるわけじゃなくて、もう手放しましょう、手放しましょう、もういつも。なので多分こう自分の周りの仲間とかテリトリー縄張りみたいなのも自分を守るものなんですよね、はい、感覚的に自分の力の一部、はいはいはい、自分を慕ってくれる仲間がいるっていうのは自分の力の一部だと思ってるから、はいはい、結構そういう友達を大切にしたりするのがすごくある、はいはい、だけどそこからこうはみ出す人に対して敵対心をすごく持つっていうのはあるみたいですね、うん、だから多分八的にはみんなあなたのことをそんな攻撃しようと思ってませんよってところで、まあ、ここにも書いてあるぞ、タイプ8の強みを生かしましょうって書いてあるのは、うんうん、基本まあこのタイプ8っていうのは行動と実際的な直感のある人です、うん、まあ、ビジョンがあって建設的で、まあ、リーダーシップが強いよと、うん、っていう人たちなんで、その8のキーワードとしてはここに書いてあるのはエンパワーメント、うん、自信を与え力をつけることと書いてあります、うんうんうん、それはまあ、人に魚を与えると1日で食べてしまうけども、うんうん、しかし人に釣りを教えてあげれば一生食べていくことができるっていうこのことわざにうまく合った人が8なんですと、うんうん、要はその5とつながった人なので、そういう知識もあって力強く2のように分け与える、もう理想のボスみたいな、理想のボスですね。で多分広める力が自己主張タイプなんで強いんですよね、はい、で自己主張タイプではすごい上手いんですよね、上手いこう表現するとか、そうそうそう、はい、で多分僕たちとかって気を使うじゃないですか、はい、こんなこと言ったらこういう反応返ってくるんじゃないかみたいなでちょっと、はい、あどうしようかなってためらう部分が自己主張の人ってその辺あんまりないですよね。反応タイプ、有利タイプ、有利タイプ反応、ごめんなさい、融和タイプ、有利タイプ、有利タイプ、で融和は多分空気を読んで、あちょっとここ言ったらまずいかも、怒られるかもっていうのはあります。有利の人は、まあ、葛藤なんで葛藤避けたい、はいはい、自分を主張することによって葛藤が生まれるかもしれないって思ってるんで、まあ、自分の思ってることは秘めておこう、言わないってでこう言わないみたいな、でも言うんだ、ちゃんと言える、言いたい、むしろ言いたいですよね、自分の思ってることを言いたいので、はい、こういい方法とかあったらこれが良かったよってどん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 アピールできる、はい、それをこうためらうことなくアピールできる人たちなんで、はい、魚を釣る方法だったら釣る方法これがいいよこれがいいよってこう上手だね、上手に、はい、多くの人に広げられるっていうこの強みがタイプ8、うん、そう、なんか途中でなんか思い出とかも相まって、そうそうそう、ちょっとディスってるっぽいとこがあって僕は心配かなってちょっとこの反応タイプが出ちゃうんですけど、うんまあ、なんか人間だけに限らずこう二面性はあると思うんですよね、はいはい、いい面もあれば、あ、もちろんでこう悪人だって言われる人も完全に悪人かっていうと家族には優しかったりするわけじゃないですか。そうですね、で善人な人でもなんか愚痴を言ったりとか、はい、裏ではありますよね、はい、なのでこう完全にもう悪人、悪い人、いい人なんてものはないかなっていう、でこの人はこういう力強いタイプなんでどうしてもそういうふうに出る。で、まあ、分かりや、自分でも8の人っていうのは、うん、あ自分8かなっていうのは分かりやすいと思いますけどね。周りから見ると多分周りの人は多分一番分かりやすいですよね。いや
芸能人で言ったら例えば星野仙一さんとか、うんうん、和田アキ子さんがよく八だって言われる、うん、だから何か行った時に帰ってくる人ですよ。怒りで帰ってくる人、あのなんか反対意見を言った時に、はい、例えば僕とこう2人で話してて、はい、僕こう思うんですよねって言って言った時に違ったりすることもよくあるじゃないですか、まあ、考え方が違うですね。考え方が違う、はい、でその考え方が違う時に6だったらいやそれってみたいな、まあ、なるほどなるほどとか、はいはい、だけど8の人は自分と違う意見の人はうんみたいな、それちょっとおかしくないかみたいな、あの議論が好きみたいな、激しい議論が好きです。激しい議論が好きな人です、うん、だから別にそこ悪気はないんですよ。8の人、それが好き、好きな、あの自分のが好きみたいな、うん、自分の主張をするのが好きなんで、噛みつかれるのが好きみたいな、それはちょっとおかしくないかみたいなことを言いたいんですよね。でそうなるとこう相手の人は萎縮しますね、萎縮しますね萎縮するじゃないですか、はい、なのでちょっと怒ってるのかなって、あなんかちょっと今やばいこと言ったかなっていう気に周りの人がなる、空気もね、空気が、あごめんなさい、僕本当にもうタイプログだと思ってるんですけど、うん、空気を読んじゃうんですよ、ね、空気を、あちょっとこれ言わん方が良かったかなとかっていう風になるので、はい、多分周りの人は分かりやすい、うん、なのでまあ本人も分かりやすいんじゃないかなと。でまあご本人なら手放しましょう、うんうん、周りの人たちなら、うん、そうそうそう、こういうタイプだなと思って、うん、なのでこう統合の方が2なのでね、優しく包み込むのがいいんですよ、はいはい、なんかガンと言いたくなった時に愛を持って言うにはどうしたらいいのかみたいなのをこう一旦考えるといいのかなっていう、というのがこのエニアグラムを知ると面白いです、うんうん、はい、なんで次はタイプ9のお話を、タイプ9のお話を、タイプ最後ですね、はい、はい、したいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。